皆様、안녕하세もごもご입니だ。今日は以前の動画の、えー、ちょっと完全版というか、2022年版をちょっと皆さんに紹介したいと思います。えー、一旦今日の流れ的には、2000年以降のドラマを紹介したいと思います。その後、朝鮮前期、朝鮮後期、そして朝鮮だけという、朝鮮のイメージだけ撮ってきたドラマをまとめて紹介したいと思いますね。 あその前に皆さんにちょっと報告があります。モゴモゴのキャラクターの LINE スタンプが近日発売予定です。発売が決まったら皆さんにまた報告しますので、ぜひ楽しみにしてください。こういった感じの動物と挑戦を混ぜったようなとても可愛いスタンプなので、あ小さいスタンプショップでモゴモゴを検索したらできるようにはしていますので、発売されたら正式に皆さんに報告しますので、ぜひよろしくお願いします。 じゃあ、最初から始めてみましょう。朝鮮前期の話から皆さんとやってみたいと思います。朝鮮前期の王としては、一旦まず、手女、蝶蝶、手女がいて、この時代は、高麗の滅亡、朝鮮建国の大混乱期ですよね。で、王子の乱による殺戮まみれの王権交代とかがあった、とても大混乱期の時代ですね。この時代が見れるドラマとしては、一旦まず、高麗の滅亡を描いたンン、神東大風水。 死ーなどがありまして、そして竜の涙というとっても有名なドラマがありますが、これはちょっとあんまり古いし、もしかして見れるんだったらぜひ見てほしいんですけれども、多分これ今手に入るのは難しいんじゃないかなと思いまして、タイガードラマとしては、北京のチョン・ドジョンをご覧くださいね。 えー、ただ私は軽い気持ちで見たいという方がいらっしゃいましたら、六流が飛ぶ、これもとてもおすすめです。その後は、私の国とか、私が以前からずっとおすすめしている、久々の韓国のタイガードラマ、イーバンオン。そして、一人の女性の人生に注目した、イニョプの道というドラマもありますよね。 じゃあ次の時代見ていきましょう。四大王の世ンと五大王の文ン,ンの時の話なんですが、三大王イヴァンオンの粛清によって王権がとても強化されて安定した時期ですよね。この時に世ン大王による科学文化芸術の反撃を迎えます。 で、この時のドラマとしては、一旦、定番セジョンというドラマがありまして、えー、私としては個人的にこの根の深い木、とてもおすすめしますね。ちょっと娯楽的な映画ではありますけれども、短いし、スリルもあるし、とても面白いドラマだと思います。あと <laughs>、朝鮮の科学が皆さん見たい場合は、この ンヨンシルといいうドラマもぜひチェックしてみてみくださいねそして、完璧なファンタジードラマとしては、ポンダンポンダンというドラマもあります。韓国で一番人気が多いではありますけれども、逆に大家の安定期なので、あんまり事件もないし、みんなに尊敬されるので、客色などがとても難しい時期なので、意外とドラマは少ないんです。映画は多いんですけど。 じゃあ、その後の時代見ていきましょう。6大王の誕生7大王の世女そして8大王の家ンがいますよね。この時代は、7大王聖女によるクーデターによって王権が交代される混乱期、ね。しかし、世城はですね、人間としては最悪という評価なんですけれども、王としては優れていたので、実際朝鮮全体的に繁栄期は続きます。 この時代のドラマがですね、いた王と日というとっても有名なドラマがあります。で、その後、因数対比というドラマもあります。時間があったらぜひチェックしてみてくださいね。で、王女の男というドラマもありまして、で、王と私。王様の隣で24時間放射する人たちの生活が見たい場合は、王と私おすすめです。で、その後、不滅の恋人というドラマもありまして、 も,もしかして後継者であるセジャが女子だったらどんな感じかなという想像力から始まったドラマなんですよね。 さあ次の時代は九大王の孫ンそして十大王の四三ンン軍がいますね。朝鮮の繁栄期の最後の時期ですよね。で、四三軍の登場により王権は墜落する時期なんですよね。朝鮮の歴史ではとても大事な時期なんです。この時期を描いたドラマが、先ほど言ったオウトヒト、インス大ヒ、そしてオウト私がこの時代と被りますので、これもぜひ参考してくださいね。えー、そして、カイト・ホンギルトン、韓国の ヒーローロですよねそのホンギルトンの話がありまして、またそれのそれの最近のホンギルトン、逆賊というドラマもあります。えー、そして7日の王雨というドラマもありますけれども、7日の王雨の場合はちょっと43軍をピカしたということで、ちょっと非難されるんですけれども、ドラマ自体はローマンスとしては楽しいので、時間があったらぜひ見てください。 じゃあ、四三軍の時代が終わって、中一大王の中将、そして十二大王の陰将、中三大王の明将の時代ですね。この時代は、墜落した王権、家臣の権力が増加して、王の権力があ,あまりにも弱すぎて、家臣たちが、いわば調子に乗る時期なんですよね。なので、朝鮮全体の混乱が始まる時期ですね。 で、正代の正当後継者が終わります。13代王の明昌と正室の間で子供ができなくて、初めて、その後、即室でもなく一般人の女性との生まれた人が王様になる。つまり、イーソンの正当後継者はここで終わって、さらに王権が墜落する時期です。 この時代のドラマとしては、先ほど言った因数大碑と7日の大碑が口ちに重なりますね。で、その後、女人天下というドラマがこの時期で、で、皆さんが大好きなチャングムの誓いもこの時期です。そして、これも皆さんとても好きなドラマなんですよね。奥女もこの時期で。そして、サインダンという韓国のコマワン札のモデルですよね。これもこの時期で。そして、ファンジニという韓国最高の機念ですよね。この時期です。そして、テンメイ と言って、朝鮮時代の逃亡劇え、貴族の主のみたいな感じですかね。そういった気持ちで見たらいいドラマもあります。この時代はあまりにもドラマが多くてですね。実際ちょっと2つ。もう全くファンタジーなドラマを紹介したいと思いますが。 100日の老君様。これも一旦この時代が背景ですよね。でも全くファンタジーなので。で、太陽を抱く月ってとっても有名なドラマがありますよね。韓国でも大人気で、日本でも大人気でしたが、これも実際の歴史よりは、この時代の背景だけ持ってきたファンタジードラマですね。これだけ参考してください。じゃあ、いよいよ朝鮮後期に入ります。 あ、朝鮮後期、じゃ一旦まず、中四大王の孫女、中五大王の桓江軍の話からしてみましょう。朝鮮最初の大戦争による大混乱期ですよね。文禄の駅によって、朝鮮全体が初めての大戦争で巻き込まれます。で、王の亡命計画、お城の火事などで王権がもう本当に、 がどん底に落ちる時期なんですよね十四大王の孫上が国民を守るんじゃなくて中国に亡命までしようとする時期だったのでほ当に王権はだいぶ墜落しますでこの時代のドラマとしては韓国人誰でも好きな英雄ですよね伊須新将軍の不滅の伊須新というドラマがありましてで君子劉宋陽というドラマもあります で、皆さんこれ大好きですよね。ファジョン。これはちょっと、官兵軍を美化したという非難もありますけれども、ドラマ的にはとっても楽しいドラマなので、ぜひご覧ください。 で、王の顔。これもですね、文禄の駅の過程とか、その尊女と関平軍の葛藤が詳しく見れるドラマなので、これもぜひチェックしてみてください。そして、王になった男。実際映画原作のドラマなんですが、私この原作の映画大好きなので、これもとても面白いドラマですよ。皆さんぜひチェックしてみてください。王の女というドラマもありまして、これは、まあ、漢兵軍を最悪の王にさせた金家氏という女性のドラマですよね。 で、ジョギと言って、陶器職人、で女性の陶器職人、ジョギのお話をしていますよね。で、ックドクズ伝という、ちょっとファンタジー的な霊路ドラマもありまして、実際朝鮮時代に魔女がいたらという設定から始まる魔女補完というドラマもあります。 で、これが、ュンというドラマがありまして、あまりにも韓国で人気で、これ今まで韓国の時代劇、あの、視聴率で1位ですよね。で、それをリメイクした新しい保順。まあ、土地を皆さん見てもいいと思いますので、時間があったら見てみてください。で、ポッサンというドラマもありまして、これは割と最近のドラマなんですけれども、韓国の、まあ、いわば、チンピラが、 えー、ちょっとポッサンという昔の結婚文化がありましたがそれを間違っちゃって起こってしまうそういった物事を描いたドラマなんですで皆さんが大好きな俳優キム・ナギリさんが出てくる維新伝心というタイムスリップ物もありますよねそして、えー、ちょっと妖怪物の完璧なファンタジードラマなんですけれどもクガノショーというドラマも一応この時期のドラマなのでこれも参考してください じゃあ次の時代、16代王の印城、17代王のヒョジョン、18代王のヒョジョンの時代です。この時代は戦後、また16代王印城によるクーデターによって、大混乱期を迎えますが、そしてまた戦争が起きてしまって、朝鮮的には一番最悪な時期ですね。で、戦争が終わった後、やっと回復しようかなと思ったら、地獄というぐらいの飢饉が訪れて、まあ、朝鮮の一番大変な時期だと思ってもいいぐらいです。 じゃあ、この時のドラマが、先ほど、ファジャンがちょっと被りますので、これも参考してください。で、その後、イルジメというヒーロードラマがあります。もともとは中国のものなんですけれども、韓国が、もしかしてこのイルジメがか、朝鮮に行ったらという話なんですね。で、チュノ、これもとっても有名なドラマで、チュノの場合は、小さい朝鮮の先民たちの衣装とか生活が見れるドラマなので、朝鮮全体の雰囲気が気になる方は、ぜひ見てください。 で,で、バイというドラマも日本でとっても有名なんですよね。馬の医者さんが王様の医者になるような話ですね。あ花たちの戦い、人情を描いたドラマなんですけれども、 でも、映像が綺麗で、実際、朝鮮のいろんな文化も紹介している。ドラマなので、時間があったらぜひチェックしてください。うん、で、チェオクの剣というドラマもありまして、で、三重子というソ・ヒョンセジャが活躍する。ちょっとファンタジードラマもありまして、で、最強チルという。これも、どっちかと言ったら、ヒーローブスなんですよね。 そして、日本でまだ公開されてないんですけれども、おさとジョイというドラマが、おそらくまあ近いうちに日本に公開されるんじゃないかなと思いますので、これもぜひチェックしてください。全体的にこの時期は、やっぱり朝鮮でも大変な時期だったので、ちょっとヒーローブスのドラマが多い感じがしますよね。 で、その後、19代用のスクジョン、20代用のキョンジョン、21代用のヨンジョンの時代です。皆さんとても好きな時期ですよね。失った王権を回復した時期で、第二反囲を迎えます。特撮疑惑も上がったりとかして、政治が暴力的に変換をするような問題もありました。一旦この時期は皆さんが大好きなチャンヒビンが活躍しますので、なのでチャンヒビン、そして トー、チャンオクチョンなど、これがチャンヒビンを描いたドラマなんですよね。それと、テバクというドラマもありまして、これは、皆さんわかると思いますが、トーは、実際息子が二人いたんですけれども、長男が生まれたばかりで、ちょっと亡くなりますよね。もしかしてその長男が生きていったら、その長男がお城の外で育てられたら、どんな感じだったのかなという想像から始まったドラマです。 ヘッチという洋女に注目したドラマもありまして、秘密の扉という佐セジ者と洋女のカットを描いたドラマ、これは私は個人的におすすめです。で、仮面の王イソンというドラマもありまして、ちょっと家臣が権力を握った時の王手どんな感じなんだろうがちょっと覗けるドラマなんですね。 でその後、アメゴサ・パンムンス、そして、ペクトンスもこの時期のドラマなんですね。ちなみに、ペクトンスの場合は、先ほど紹介した手バの後の、そのまま世界観を共有しているドラマなんです。で、その他にも、まあ、朝,鮮時朝鮮の王朝ではないけれども、朝鮮の雰囲気が感じられる。 待望というドラマもありまして、その後、朝鮮にもしかして吸血鬼がいたらということで、夜を歩くゾンビというドラマもありますよね。で、これも皆さん大好きなドラマだと思いますが、屋根裏部屋のプリンス、まあ、タイムスリップの話なんですけれども、この時のユッチョンさんが実際は京城ですよね。 じゃあ次の時代、22代王の長城、23代王の寸城、24代王の本城の時代です。朝鮮最後の繁栄期です。この後からは朝鮮は滅亡の道で行ってしまいます。朝鮮王室の実質終わり、なので王権の最後とも言えるんです。 で、この時のドラマとしては、イさんとっても有名なドラマなんですよね。そして、このイさんのリメイク作とも言える、袖先赤いクッドン。まあ、日本では赤い袖先で公開されるんですかね。まあ、このドラマも情状の話で、ぜひおすすめします。韓国でも大人気でした。で、風の絵師というドラマ。朝鮮の有名な画家、シン・ユンボックが、もしかして女性だったら、という想像から始まるローマンスドラマなんですね。 で、サンドというドラマ。朝鮮の後期、やっと経済が発展するんですが、その時の風景が見たい方は、サンドぜひ見てください。とても楽しいドラマなんです。で、朝鮮の王様ってどんな感じで結婚をするんでしょうもう私の動画で説明しましたけれども、ドラマで見たい方は、割と最近のドラマ、カンテックご覧くださいね。で、その後、半ン別局といって、長女の末期の探偵物のドラマなんですよね。で、お 朝鮮の島国、ジェジュドですよね。経済がほぼないと言ってもいいぐらい、ジェジュドで、商人として、また女性として成功した金万読の話。これはドラマ、金万読でご覧になることができます。で、完璧なローマンスドラマではありますけれども、とても面白いドラマなんですよね。トンギュンガンスキャンダルもこの時代で、そして、雲が描いた月明かりもいたファンタジードラマではありますが、この時代のドラマなんです。 じゃあ、その続き、25代王の捨二26代王の古ン最後の王、27代王の寸状ですよね。まあ、この時期は朝鮮滅亡の原因、金氏家運の特裁によって、まあ、朝鮮の王権はないと言ってもいいぐらいです。時代の流れがわからず、滅亡の道へ行ってしまう朝鮮を描いたドラマが多いんですよね。 この時代のドラマとしては、風と雲と雨、そして、明孫皇后というドラマがありますが、この明孫皇后の場合は一旦有名なドラマではありますけれども、韓国で50代、60代が思っている明孫皇后と、30代、20代、40代が思っている明孫皇后のイメージがだいぶ違うので、このドラマはちょっと私個人的には今のところではおすすめじゃありません。 で、その後、えー、この時のやっぱり民衆がどれぐらい王朝または朝鮮の政府に苦情を持っていたのか、それによってあちこちで乱が起きますが、その時、それを描いたドラマが緑豆の花ですね。で、私が個人的な好きなドラマなんですけれども、ミスター・サンシャインというドラマもネットフリックスで皆さんがご覧になることができます。そして、朝鮮の最初の近代化された病院の話ですね、チェ・ジュン・ウォン。 えー、そしてもう完璧な朝鮮の推理物の探偵ドラマ、ヴェルスンゴムというドラマもあります。で、イー・ジュンギーさんが熱演してくれた朝鮮ガンマンですよね。そして、奇跡たち、朝鮮の奇跡たちが最後にはどうやって消えていくのかが見れるシクレットルームというドラマもありますね。で、この時代のファンタジードラマとしては、 新米士官、クーヘリョンというドラマもあります。えー、朝鮮の王様を全てを記録する、サワンという人は、実際はみんな男性なんですけれども、もしかして女性がいたらというローマンスドラマなんですよね。 それと、軍というドラマの続編、軍 S というドラマもこの時期で、そしてタイムスリップ物ですよね、ドクター陣もこの時期です。そして割と最近のドラマなんですけれども、朝鮮の若い男女の結婚、または恋愛の話が覗けるコッパ団というドラマもあります。 これも最近のドラマなんですけれども、チョリン王孔というドラマで、現在韓国の男性がタイムスリップして王様の性質、順序になる。性別も変わっちゃいますよね。こういったドラマもあります。そして、寸女の子孫が生きていて財閥になったというマイプリンセスという、ちょっと時代劇からはちょっと離れているけれども、ちょっと関係のあるドラマもあります。じゃあ、 最後に朝鮮だけどの時期かはっきりわからないけれども一旦朝鮮をイメージしたドラマだけ見てみましょうネットフルスで第2期でした、ね「キングダム」というドラマがありまして朝鮮時代にゾンビがいたらどうするかというドラマでちょっとホーラーとかゾンビが好きな方はぜひご覧くださいとっても面白いドラマなんです でまだ日本には公開されてないけれども、花が咲けば月を思いという、お,おそらく四女時代とは思いますけれども、一旦、まあ、とにかくこの金秋霊の時代のドラマなので、はっきり四女ってわからないので、こっちに入れました。朝鮮の時代の金秋霊のドラマですね。で、これも時代劇に入れるかちょっと汗悩みましたけれども、田村というドラマもありますね。 猟奇的な彼女というドラマも一旦時代がわかりません。そして軍というドラマも、まあ、どっちかといったら時代がわからないというか、えー、まあ現在の韓国に王室が残っていたらという想像から始まるドラマで、で同じパターンとして、交互の品格も今の韓国に王室がいたら、で最近のドラマザーキングも同じ感じなんですよね。 で、これも今年まだ韓国にも放送されてないけれども、朝鮮精神科医者ユセプンというドラマが放送予定です、えー。これも多分おそらくタイムスリップのドラマだと思います。朝鮮時代に精神科の医者がタイムスリップしたらどんな感じかなという想像から始まったドラマなんですよね。 じゃあ、とにかく、えー、500年ぐらい続いた朝鮮という国は時代の流れが読めず、このまま滅亡してしまいます。1910年のことでした、えー。普段皆さん韓国に興味を持って、そして朝鮮ドラマを楽しんでくれて、私としてはとても心から感謝しております。なので皆さんがドラマを見るときに、この時代はこのドラマなのかというのが分かれば、もっと楽しめると思って、期間を準備したものなので、 おそらくお、現在日本に公開されている韓国の時代劇は全部入れていると思いますえ。万が一入れてないのがありましたらコメントで残してくださいね。今度また新しいテーマで皆さんに伺いたいと思います。今日も聞いてくれてちんちゃちんちゃごまおよ、よ。여러분、안녕